それではですね、お時間となりましたので、ハタヨガですね、開始させていただきます。で今日もね、担当させていただきますインストラクター松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。で今日のね、レッスン内容について簡単にご説明しますので、お水取りながらまた体楽にレッスン内容をお聞きください。で今日ね、まあ、春先ちょっとね、今日も気温が下がったり、昨日ね暖かかったり、こう春先ちょっとこう寒暖の差があったり、またね気圧の関係でこう自律神経が乱れやすい頃かと思います。でね、自律神経、交感神経ですね、やる気とか、あとこうちょっとストレス緊張状態、交感神経と副交感神経、リラックスと、あと体を緩ませた状態です。この2つのね神経がバランス取っていることで、交感神経ですね、健康を保っています。でどっちかがねこう優位になっても良くないですし、結構ねヨガってこうリラックスリラックスとばかり言われるんですけれども、しっかりね交感神経も使っていくことも大事なので、何事もねバランスがとても大事なので、しっかりね自律神経の乱れを整えるようにしていきましょう、うん、で今日はねその自律神経が通っている背中ですね、フォーカスして背骨に意識をしたヨガのポーズたくさん入れていきたいと思います。で自律神経ね、内臓器官をこう支配している神経でもありますので、体調悪くなるとねちょっとお腹調子悪くなったりするもの、それが原因となっているので、まあ、内臓機能もちょっと活性化するような動きも入れていきましょう。でお水のタイミングもちょっと自由になっているので、私の声掛け以外でもしっかりお水取るようにしてください。ではまずね体全体ほぐしていきますので、まず頭後ろの仰向けの姿勢から始めていきましょう。で今日ねブロック1つ、ちっちゃめのブロックですね使っていきますので、体の横届くところ置いておきましょう。ただね最初ちょっと腕をぐるぐる回していくので、体の横のお尻よりちょっと下あたりに届くところ置いておいてください。いろいろ言ってすいませんけど、そうですね、置いておいてください。で頭しっかりねまた入るところ仰向けの姿勢いきましょう。そう、まずはね足幅腰幅程度少し大きめに広げて、で両手体から少し離し、手のひら上向きに、まずは頭を左右に丁寧にゆすり、首の緊張頭の緊張を緩めていきましょう。どちらかの耳をマットに近づけるように、丁寧に首に負担がかからないように頭ゆすります。自然なところで頭の動き静かに止めて、一度肩を耳に近づけ肩すくめていきましょう。ぎゅっと肩持ち上げ、そのまま手先遠く肩ストンと下ろし、肩の力み緊張をほどいていきます。腰を左右にゆらゆらゆすり、背面の緊張を緩めていきましょう。ゆらゆらと体ゆする、腰の動きを静かに止めたら、足先を左右にゆらゆらとゆすって足の付け根の緊張を緩めていきます。そうで足先の動き静かに止めたら、そこから両足閉じていきましょう。両手体の横体側に下ろしていきます。さあここからね腕回していくので、体の横大丈夫かな、そう水とかないかな、大丈夫ですかね。さあそれではですね、次の吸気来たら手先をそのまま天井上げていきましょう。そのまま耳の横下ろし、吐きながら大きな円を描き、体の体側横に戻していきます。吸いながら手先天井、吐いて耳の横を通る、ご自身のペース、腕の付け根から気持ちよく呼吸を入れていきましょう。さ肩はね突っ張らないように、胸郭胸は安定したまま、腕の付け根ほぐしていきます。さあ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 、いいですね、丁寧に回していきましょう。ご自身の呼吸と連動、で次の吐く息で体の横に腕が来たら、今度は反対回しです。自分のペースでいいです。吸いながら大きな円を描き、耳の横通り、吐きながら手先天井から体の横。さあ今度は反対回し、吸って気持ちよく胸広げ、吐いて下ろす、ご自身のペース。さあ
で水気はね、交感神経、吐く息、副交感神経と言われています。丁寧に呼吸を取ることで心身のバランスを整えていきましょう。さあ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 、で次の吐く息来たら体の横、腕を下ろして、さあここから膝を山形に曲げて、膝の真下にかかとくるところで、ブロック使います。ブロックを太ももの間、内もも意識したいので内ももで挟んでいきましょう。キュッと挟む。さあ膝よりね、そう、太ももの方で、膝の真下かかとくるように少しね、お尻の方にかかとを寄せて、両手体の横です。そういいかな。そう、一度深く息を吸う。吐きながら少しずつお尻を持ち上げ、軽く顎を引きましょう。ここでキープです。で、ね、お腹を高く上げるバージョンもあるんですけれども、今日はね、膝から肩まで斜めの滑り台のようにまっすぐ伸ばし、さあ足裏しっかり踏んでいきます。一度キープね。背骨のスペース一つ一つ広げるようにしていきましょう。さて内ももね、しっかり寄せていきます。そう、きれい。でこっちに引くので、肩さらに下に押し出すようにしていきましょう。そうそうそう、背骨一つ一つ伸びる。そう、きれいです。そうそうそう、内ももしっかり意識していきましょう。ちょっと引っ張るので、膝こっちに、肩ね、斜め下にこっちとこっちに引っ張りよう。そうそうそう、もう一つお尻上げましょう。そう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 、痛い、大丈夫、 OK です。この位置 OK です。それでは次の吐く息、背骨上から丁寧に下ろしていきましょう。背骨一つ一つ、一骨一骨丁寧に下ろす。お尻ついたら一度体を緩めて、もう一度いきます。深く息を吸う、吐いて少しずつお尻を持ち上げる。吐きながら今度持ち上げていきましょう。で軽く顎を引く、背中伸びるところ、かかとの位置少しね調整してもいいです。このままキープでもいいです。余裕がある方、右膝伸ばしてすっと背中伸ばし、お尻の筋肉も縮めていきましょう。つま先遠くキープです。ちょっときつい、頑張ってバランスも取りましょう。そうそう、足下ろしてもいいですよ、大丈夫。右膝伸ばしてた方は一度足を下ろしてから、もう一度背骨一骨一骨マットに下ろしていきましょう。一度体緩めて、ラスト深く息を吸い、吐きながら少しずつお尻持ち上げて、さあこの位置ちょっとキープしましょうか。そう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 、で軽く顎を引く。そうそう、綺麗ですね。こっちに引くので肩斜め下に行きましょう。そうそう、引っ張り合いっこ。そう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 。で今度ね、体が安定したら左足膝伸ばしていきます。つま先遠く、お尻落ちないように。そうそう、足下ろしたままでもいいですよ、どっちでもいいです。そうそう、あんまね高く上げすぎないように結構ねきついですけど、そうこの位置ちょっとグラグラするけど頑張りましょう。そこの位置です。そう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 、 OK。 それではですね、左膝下ろして、ゆっくり吐きながら背骨一骨一骨マットに下ろす。そういいですね。で体が下りたら足の間からブロック取り出し、両膝胸に近づけ、両手で抱えていきましょう。使った背骨を大きくね広げて緩めていきます。膝胸に近づけて、背中を大きく広げる。次の吐く息が来たら、おでこ膝に近づけ、ガス抜きのポーズです。お腹しっかり内側縮めて、余裕がある方、肩より少しね大きく手を広げて、肩幅より少し大きめに広げて、視線手と手の間、ちょっと大きい、うん、そう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 。それでは両手膝を抱え、頭を静かに下ろして、右足だけ残して左膝伸ばしていきましょう。右膝右の胸に近づけ、右の腰をマットに圧迫。そのまま足先円を描くようにして、足首ほぐしていきます。丁寧につま先で小さな円を描くようにして、足首ほぐしていきましょう。そう、どっちも足からでもいいですよ。反対にも丁寧に回して、足先の動き静かに止めたら、右手は右膝捉え、左手は左の腰に添えていきましょう。そう、ここで吐きながら少しずつ右膝を
横に倒していきます。そう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 。で、体がね、腰がついていかないように骨盤しっかり天井を向けたまま、余裕がある方は右膝さらに右の胸に近づけ、さあ脇をキュッと締めていきましょう。そう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 。で、無理にね、ぐいぐい横に倒さなくていいです。そう、お尻の筋肉キュッとね、内に縮めていきましょうか。そうです、とってもいいです。次の吸い気で右膝を天井に戻して、吐いて右足裏左ももの上に乗せ、今度左手で右膝外側捉えていきます。そうそう、右手は肩の延長線上、手のひら上向きにして、そう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 。次の吐く息で右膝を左に倒していきましょう。そう、この辺に腕を伸ばして、そうそうそう。で、こっちですね、こっち、そうそうそう。右肩浮かないところ、最後に視線右腕の方に変えていきます。さあ、ここキープ。そう、なるべく右肩つけて腰からねじっていきましょう。腰、背中気持ちよく伸びるところ、緩やかに足の重みですね、利用して体ねじることで内臓機能活性化させていきましょう。そう、いいですね。次の吸い気で視線、体正面に膝天井、吐いて左足に右足揃え、両足揃えていきましょう。そのまま左膝抱え、左膝左の胸に近づけて、軽く顎を引き、左の腰をしっかりマットに大きく押し下げていきます。足先小さな円を描くようにして足首ほぐしていきましょう。そう、ゆっくりね、ちっちゃく詰まってるところや回しづらいところなど、丁寧にね、ご自身の内側の癖を意識しながら、反対にも回していきましょう。そう、連動して動いてるところね、ふくらはぎもしっかり動かしていきます。そう、いいですね。反対もいきましょう。では左の足先の動き静かに止めて、右手は腰に添え、左手は左膝で、腰の位置ね、しっかり天井を向けたまま、ゆっくり吐きながら左膝横に倒していきましょう。そう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 。余裕があれば左膝を少しね、左の脇腹胸の方に引き寄せます。そう、とても綺麗。背中伸ばしたままですよ。そうそうそう、ついていかないように、じわっと足の付け根気持ちよく伸びるところ。次の吸い気を中の力使い、左膝天井、吐いて左足裏を右ももの上、右手は左膝外側、左手肩の延長線上、手のひら上向きに、吐きながら左膝少しずつ右に倒して、左肩なるべく浮かないところ、最後に視線左腕の方に変えていきます。さあ、ここもね、ぐいぐいねじるのではなくて、体の重さですね、自重を使って気持ちよく、吸いながら視線膝を天井に戻し、吐きながら右足に左足揃え、両足が揃ったら両膝胸に近づけ、両手で抱えていきましょう。両手はもも裏に添え直す。足先前後ろ、背中丸く、視線太もものあたり、ご自身ボールになったようなイメージで腰、背中、ゴロゴロマッサージしていきます。ゆっくりね、次の吐く息で上体を起こして、さあ、起き上がった方からお水取りたい方取ってください。で、ここから今日ね、四つ葉の姿勢に入るので、まずね、手首のストレッチ入れていきましょう。ね、携帯が残ってる方とても多いので、まず手首のストレッチ入れてからいきます。で、準備できた方がね、まず四つ葉の姿勢とって、右手手の甲をマット、もしくはね、痛かったらブランケット敷いてください。ブランケットだからですね、手の甲押し当ててきます。そうそうそう。で、じわっとね、自重をここもかけましょうか。伸びが足りなかったらお尻後ろに引いたり、痛かったら肘曲げてください。まず腕からね、腕の付け根まで血流を流し、手をつく動作ね、手首痛めないようにしていきます。
お尻引いてた方はお尻ね、まず戻してから右手先を正面に、今度反対左手、手の甲をマットにつけていきます。そう、ブランケットかマットで自分のポジション取っていきましょう。お尻引いたり少し肘曲げたり、気持ちよく伸びるところ選択です。左の腕がね、手の甲からじわっと温まっていくのを感じていきます。 それではですね、お尻引いてた方はお尻戻してから左手先正面に、でブランケット使ってた方はブランケットを避けて、で肩の真下、手首、足幅、拳1個か1個半、ブロック挟んでね、ちょっときついぐらいかな。そう、で足の付け根の下に膝が来るところです。で膝痛くない方は、ね、ここからつま先立てていきましょう。で私もちょっとなりやすいんですけど、かかとが、ね、こう外に倒れないようにかかと天井に、足指でしっかり、ね、マットを捉えてきます。そうそうそう、でここが、ね、基本の四つ倍のポジションなんですけれども、今日、ね、今日肩からまずほぐしたいので、ここから外側に手のひら1枚分ぐらいかな、横に出して少し、ね、手の幅を大きくします。そう、大きく手を広げて、で次の水気来たら肩肩甲骨寄せて、お腹真下にストーンと下ろします。ちょっと落とす、お腹下に落とす、吐きながら両手マットを押し、肩甲骨を大きく広げます。ぐーっと腰、背中も丸めて、視線膝か少し上のあたり、膝の少し上あたり、繰り返します。吸いながら肩肩甲骨寄せて、余裕がある方視線で、ね、少し床の先の方、ちょっと肩甲骨寄せる、吐いて両手を大きく押して、肩甲骨広げる、しっかりマットを押す。自分のペースちょっと繰り返していきましょう。まずはね、肩甲骨、後ろの羽のような骨を意識して動かしていきます。で胸がね、落ちる、胸が上がるという動作をね、繰り返していきましょう。そう、自分のねポジションを見つけてやってください。そうそうそう、いいですよ、うん、肩甲骨寄せる、そう、丁寧でいいですね。そう、で吐く、そうそう、背中、肘曲げてもいいですよ、背中大きく、そう、で次の吐く息来たら上体戻していきましょう。背中フラットな状態、肩の真下、手首を突き直し、今度はね、腰から背中反らせていきます。一度深く息を吸う、吐きながら背中を大きく広げていきましょう。グググーと背中丸めて、視線太もものあたり、吐き切ったら吸いながら腰から背中反らせる、お腹真下、胸広げて、視線正面か斜め上です。吐いていきましょう、両手大きくマットを吸う、背中を広げる。そう、自分のペース繰り返していきます。で呼吸ね、しっかり丁寧にとって、体内側から内臓機能活性化させ、そう、骨盤の前後の筋バランスも整えていきましょう。そうそう、とてもいいですね、綺麗。そう、背中高く、そう、尻の尾骨下ね、そうそう、いいですよ。そう、下からいきましょう、ゆっくりね、背中上げて、そうそうそう、綺麗。そう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 、いいですね。そう、とても綺麗。そうそう、うん、いいですね。そう、お尻ぐーっと丸め込むように、そうそうそう、ぐーっと丸め込む、そうそうそうです。で次の吸気きた方から四つ倍のポジションに戻していきましょう。吐いて背中フラットな状態。そうで、ここから足の甲を寝かせて、まずね、右足だけ後ろに引いて、つま先ちょんと後ろ立てていきます。ここ骨盤の位置ね、しっかりマットと平行の位置で、そこから右足を上げていきます。つま先すっと伸ばす、今度はつま先伸ばす、ね、で準備できたら左手すっと引き抜き、耳の横腕です。でここ首がガクンと落ちる方がね、結構多いので、首の後ろ長く、頭頂を、ね、前にグーッと押し出して、お尻の尾骨をグーッと後ろに引っ張るように、そうで背中ね、気持ちよく伸ばしていきましょう。前と後ろに引っ張り合う力、バランス取っていきます。そうそう、とてもいいですね、首の後ろ長く。では一度ね、左手下ろして、右足を左足の延長線上下ろしていきましょう。右足裏マットに下ろし、足先はね斜めに後ろに伸ばします。
肩の真下左手首を突き直し、左足先ぐるっと足の甲を寝かせてつま先をそうこっちの壁かな、ささぐるっといきましょう。で右手を、ね、右の腰に添えていきます。そうまずねここで腰と背中を両手大きく広げて押して背中のラインを確認していきます。肩の真下手首で反り腰にならないようにお腹の下腹を少しねへこませてまっすぐなライン。で右手腰に戻したらそのまま右足を骨盤の延長線上伸ばしていきます。そう骨盤の、ね、延長線上なので高く上がらないはずです。斜めに伸ばし右足首曲げる。で横のラインね気持ちよくスーッと伸ばしていきますのでこのままでもいいです。余裕がある方右手耳の横腕手先を遠く前に伸ばして手先と右足かかと引っ張り合いっこ、そう右のね二の腕体の体側のラインですね整えていきましょう。そうとても綺麗。右足も足の付け根から長く足先を伸ばしていきましょう。そういいですね。お腹落ちないように気をつけて、そうそうですそうです。それではね右手をまず腰に戻してから右足を下ろして両手体の前に突き直し四つ這いのポジション戻していきましょう。そう肩の真下手首突き直し両手大きくマット捉えたら今度左足まずね足先ちゃんと後ろでこのね足先の位置で腰の位置がねずれないようにまずポイントを見つけてからそこから足伸ばしていきます。左足伸ばす。体が安定したら右手すっと引き抜く耳の横腕です。頭頂ぐーっと前にお尻後ろ背骨一つ一つ伸ばしあとね身長が1センチ伸びるようになります。手のひら横でいいですよ。さあこっちそうそうそっちそうでちょっと失礼ちょっといいですか。若干ねこっちなのでそうこっちに行きましょう。でここから伸びる感じうんいいですよ。そうそうそう。さああと3つ2つ1つ。それではまず右手を下ろし左足右足の延長線上足裏をマットに足先はね斜めに行きましょう。肩の真下右手首ですここ注意ね。で右足先ぐるっと後ろ足の甲を寝かせましょう。左手腰に添えて体を反転させる。そう今度ねそうこっちの壁の方かな。で一度ね腰背中左手で押して背中が伸びるところです。そうそうそう背中ね伸びを意識していきます。で手腰に添え直してから左足を浮かせてそう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 。で骨盤の延長線上なのでそんな高く上げなくていいかな。そうもうちょっと下そう。で足首曲げていきましょう。このままキープでいいです。余裕がある方体の横から手を伸ばし耳の横腕手先遠くに手先とかかと引っ張り合いっこです。そうそうそういいですね。今度は左のラインですね気持ちよく伸ばしていきましょう。さ腰が落ちないように腰をねもう一つ後ろから誰かに押されてるようなイメージ。さあ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 。それではですね伸ばしていた手を腰に添え直し左足を静かに下ろしてから両手体の前について両膝揃えて四つ這いのポジションです。ここから足後ろにお腹マットうつ伏せのポジション背筋使っていきましょう。お顔気になる方はお顔の下タオルを敷いて準備していきます。今日ちょっとね左右バランスと整えたいのでちょっと混乱しないようにしていきましょうか。大丈夫かな。そうでおでこマットにつけたら両手万歳のように手のひら下向きでついていきます。で足幅はね少し腰幅もしくはね腰幅より少し大きめでもいいです。さあ準備ができたら次の吸い気で右足と左手アップ。右足と左手上半身も浮かせましょう。吐いてここでキープ。手と足をね対角線上に引っ張り合いっこします。軽く顎を引きましょう。首の後ろ長く。吐いて下ろします。手足頭を下ろす。次の吸い気きたら左足右手アップ。お腹でバランス。吐いて軽く顎を引く。ここキープ。そうそうキープします。そうそういいですね。腰のね少し上あたりを軸にして手足引っ張り合いっこします。そう吐いて下ろしていきましょう。一呼吸一動作でいきます。吸いながら右足左手アップ。吐いて下ろす。吸って左足右手アップ。吐いて下ろす。繰り返します。自分のペースでもいいです。吸って右足左手アップ。
吐いて下ろす。吸って左足、右手アップ、手先足先遠く、吐いて下ろす。ラスト吸って右足、左手アップ、吐いて下ろす。そう、吸って左足、右手アップ、吐いて下ろす。おでこマットにつけて、そこから次の吸い気で両手足アップです。吐いて、ここに足幅さらに大きく広げていいです。視線余裕がある方、軽く斜め上、首の後ろつまらないように軽く斜め上でいいです。そうそうそう、ここでキープ。そう、背筋ねちょっと縮める感じ。そうそうそう、で肩力まないよね、肩、そうそう、少し下げていきましょう。あと3つ、2つ、1つ、手足を下ろして、おでこマットについたら両手でマットを押し出し、四つ這いの姿勢通る。膝の間大きくスペース空けて、かかとの上にお尻乗せて、おでこマットチャイルドポーズです。肘曲げていいです。手の幅少し大きめにしたり、スタンスを変えて、肩腰背中大きく広がるところを選択していきましょう。使った背中をね大きく広げて、今度は緩めていきましょう。このままねポーズいきます。首ちょっとね不安がある方や、ポーズに違和感があった方はすぐにね今のチャイルドポーズ戻してください。両手背中の後ろ、手と手組み合わせ、肩肩甲骨寄せる。ちょっともぞもぞしてもいいので、肩肩甲骨寄せる。準備できたら少しずつお尻持ち上げ、頭のてっぺんでバランス取っていきましょう。足先吸った後ろ、ついてるね頭でバランス取っていきますが、お腹をね少し引き上げるようにしていきましょう。余裕がある方はその握っている拳、さらに天井もしくは前の方に引いていきます。そしてシャンガーさんのウサギのポーズのバリエーションです。腕をしっかり絞って腕周りの血流も流していきましょう。そうそうそう、それではですね、一度お尻を少しずつかかとの方に下ろして、自然に組んでいる手は腰背中の方に下ろしていきます。背中に近づいたら両手外して、体の横をストーンと下ろしていきましょう。腕の力、腕の付け根から抜いて、じわっと腕の付け根から気持ちよくね血流がじわっと流れていくのを感じていきます。そういうので、ね、よく使う、こう締める緩めるというね感覚をしっかりとって、体の全体エネルギーを巡らせていきましょう。緩めるときしっかり緩めて、では両手お顔の横につき直し、吸いながらロールアップです。正座のポジションまで、頭最後になるように背中巻き上げ、上体ゆっくり起こします。正面吐いて OK。 それではお水取りたい方立ってください。足も崩して大丈夫です。でここからね、立ち姿勢ですね、太陽礼拝に入っていくので、ゆっくり立ち上がっていきましょう。で太陽礼拝もちょっと女性の方ね、体調によっては頭下にしたり上にしたりね、グワーンといくのでグラグラする方もいらっしゃると思いますので、何かあったらねチャイルドポーズ、さっきのポーズでお休みしたりしてください。ではマットの一番前、足を揃えて、ヨガの基本の立ち姿勢、山のポーズ、タダーサナーからいきましょう。足裏大地に根付かせる。指開ける方、パッと開いてからストンと下ろしましょう。足裏根っこが生えているようにね、大地に根付かせて、そこからねエネルギーをぐーっと上に引き上げるように、足の内側締めて、骨盤をキュッと立てて、そ骨盤立てたところから自然にね背骨が一つ一つ積み上がっていく感覚。無理にねぐーっと伸ばす必要はありません。背骨一つ一つ積み上がる。首の後ろは長く、頭頂は上にぐーっと引かれるように。そう、その引っ張り合う力、しっかりね呼吸でつなぎ止めていきましょう。ご自身のタダーサナ、山のポーズです。そこから胸の前で合掌、胸の真ん中親指揃え、呼吸に集中していきましょう。そうそう、ちょっとね肩下げてもいいかも。そうそうそうです。で一点3つ目、ご自身の呼吸、内側に集中していきましょう。
ご自身の内側を巡るエネルギー、足裏からの大地の感覚、ご自身の内側の感覚を研ぎ澄ませていきましょう。それではここから太陽礼拝3回行っていきます。まず1回目、呼吸と動作丁寧に合わせていきましょう。今ある息はすべて体の外に深く吐き出して、吐き切ったら両手体の横、タダーサナーからです。吸いながら胸高く姿勢上げていきましょう。線斜め上、手と手の間、頭の上で合掌したら手をほどいて、吐きながら足の付け根から前屈です。膝曲げて頭の力抜く、両手ペタッと体の少し前か足の横についてお尻高く上げていきましょう。で、足の付け根もね、しっかり意識して足裏踏んでお尻高くしていきます。体コンパクトにね、折り込んでいきましょう。そう、手のひらペタッとつけていいですよ。そう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 、うん、でお尻を高く、お腹の意識抜けないように。そういいですね。次の吸い気来たら、そこから手先の位置変えずに手をめくりルックアップ半分前屈です。膝裏伸ばす、手外れていいのでしっかりね、背中伸びるところ、視線少し床の先、そう、もしくはね、少し手前に寄せてもいいです。胸からこう起きるように、そうそうそう。で、ちょっとね、意識入れたい方、膝の前やすねの前グーッと押して背中伸びるところ、そこから手外していきましょう。そう、一旦意識入れる、そう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 、うん、いいですね。背中きれい、伸び、そう、きれい、とってもきれい。そう、ここから次の吐く息で両手体の横構え突き直し、片足ずつ引いていきましょう。右足左足引いて腕立て伏せのポーズ、プランクの姿勢です。肩の真下手首を突き直し、足幅拳1個か1個半で、疲れてる方、体力自信ない方、膝ついてもいいです。そう、どっちでもいいですよ。背中がね、しっかり伸びる方を選択してください。で、首の後ろ長く伸ばす、そう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 、ここからね、そう、膝ついてもいいんですよ、大丈夫かな。体力自信ある方、膝伸ばしたまま息吐き続け、チャトランガ、脇締め、顎先、胸、お腹、体を前にすくい、両手でマット押し、足の甲寝かせ、上半身アップ。まずね、少し置きましょう、肘脇腹、このままで十分です。余裕がある方、肘伸ばしたアッパードッグ、どっちでもいいです。そう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 。でね、肘伸ばしてる方、こう肩がすくまないように一度ぐるっと肩を後ろから下げて、肘脇腹つけて伸ばしましょう。そう、その位置で、肩もね、ちょっと後ろに寄せる感じ、そう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 、うん、そう、みんな伸びて、チコついてますね。でね、かかとが折れがちになるので、かかともキュッと天井、お尻も少し内側締めます。そうそう、大丈夫ですよ。で、足裏根付かせてきます。さ、ここにちょっと意識しましょうか。そう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 、そう、とっても綺麗。そう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 。で、つま先を立てて吐きながら、お尻を後ろに引いてから、そのままお尻持ち上げ、下向き犬のポーズです。足裏ね、浮いていいです。膝をしっかり曲げて、足の付け根からぐっとお尻を斜め後ろに引いていきましょう。下向き犬のポーズ、体全体三角形、両手大きく広げる、そうそうです、そうそうそう。で、視線は太もものあたりかな、そう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 。呼吸取っていきましょうか。そう、右足左足、かかとをマットに近づけ、足踏みして膝裏伸ばしていきます。ここもね、足の付け根は引き伸ばしたままです。そうそう、いいですよ。そうそうそう、うん、で、足幅ね、拳1個か1個半なので、もうちょっと狭くてもいいかな。そう、もうちょい若干狭くていいかな。そうそう、大丈夫ですよ。お腹引き上げたまま、そう、それでは足の動き静かに止めて、ご自身の下向き犬のポーズ、背中が伸びるところ選択していきましょう。ぐっとお尻斜め後ろに引いて、視線を手と手の間に戻し、吐きながら手と手の間足戻していきます。とことこ歩いても、一歩二歩でもジャンプでもいいです。お腹をこう引き寄せるように、さあ行きましょう。で、吸って足裏踏む、半分前屈、背中伸びる、コントラスト、背中つけていきましょう。吐いて前屈です。背中緩める、吸いながら体の横から手を伸ばす、気持ちよく伸びていきましょう。視線は手を追う、吐いて合掌した手、胸の真ん中、自分のペースでいいです。肩を大きく下げて一呼吸、そう、体にね、全身エネルギーが巡っていくのを感じていきましょう。
それでは2回目、一呼吸、一動作、流れるように動いていきます。ご自身のペースで動いていただいて大丈夫です。今ある息はすべて体の外に深く吐き出して、吐き切ったら両手、体の横、そこから吸いながら胸高く視線を上げる。吐いて手をほどき前屈です。手先と奥足の付け根から吸って半分前屈、背中伸びる。そう、吐いて足後ろ、左右、息吐き続け、脇を締め、チャトランガ。吸って上半身アップです。すくい上げる。そう、吐いてつま先立てて、お尻後ろから下向き犬のポーズ。呼吸を整えていきましょう。そう、ちょっと体ゆすったりね、頭左右にゆすったりしてもいいですよ。そう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 、そう、とても綺麗ね。そう、で膝ちょっと曲げていいですよ。膝曲げましょうか。膝曲げましょう。膝曲げていいよ。そうそうそう。で足の付け根をねからこうグーッとちょっと押しますね。そう、視線はね太もものあたり。そう、まだいけそう、まだ伸びる。そう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 、そう、痛い、大丈夫かな。うん、オッケーオッケー、綺麗に伸びました。そう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 。それでは視線を手と手の間に戻し、吐きながら手と手の間、足戻していきましょう。お腹引き寄せる。吸って半分前屈、背中伸びる。吐いて前屈で背中緩める。ましょう。吐いて合掌したって胸の真ん中、肩下げ、一呼吸です。では両手下ろして、お水取りたい方取っていきましょう。ラストね、ちょっとアレンジ入っていきます。で今日ね、足を折り込む動作が入ってきますが、ちょっとねお尻が浮いてしまったり股関節痛い方は、足の間高さを出すためにブランケット敷きたいので、ブランケットをちょっとお尻の横挟んでいただくと股関節も負担がかからないかなと思いますので、使いたい方はちょっと用意しておいてください。まず右足からいきます。ブロックでもいいけど、ブロックお尻ちょっと硬いかもしれない、大丈夫かな。それではね、準備できた方からマットの一番前、足揃えて基本の立ち姿勢です。胸の前で合掌して、呼吸に集中していきましょう。それでは太陽礼拝ラスト3回目、今ある息はすべて体の外に深く吐き出して、吐き切ったら両手体の横、吸って気持ちよく伸びていきましょう。先手を吐いて手外す前屈です。吸って半分前屈、ルックアップ。吐いて足後ろ、右足、左足、息吐き続け、脇を締める。吸って上半身起こす。吐いて下向き犬のポーズです。お尻しっかり引いてから背中伸びるところ、呼吸を整えて、そうそうそう。で両手のひら大きく広げていきましょう。そうです、しっかりマット押す。視線を手と手の間に変えて、右足手と手の間、右手より1回下ろしましょう。そうで左足、足の甲を寝かせ、そう、膝ついて足の甲を寝かせます。右足で折り込んでいきます。でね、ここなるべくね、本来ならここマットの幅とまっすぐがいいらしいですけど、私もちょっと曲がりますので、痛かったらブランケット敷いてみてください。そうそう。でちょっとね腰をこう揺すって、足の付け根をねほぐしましょう、うん、でお尻とねももの横のラインを少し伸ばしていきます。体ね、揺すってた体の動きを止めてから、手を左斜め前ね、ついていきましょう。で少しずつね、ぐーっと、私ちょっと狭いな、ここにこうして、でお尻をね斜め後ろに引っ張り出すようにして、ぐーっとお尻とこのももの横のライン伸ばしましょう。で無理に、ね、体ペタッとつかなくていいので、引っ張り合う感じ。伸びてます？どう？痛い？痛かったら起こしてね。右のお尻の外側伸ばしましょう。大丈夫かな。では吸いながら体を起こして、吐いて両手体の前についていきます。ここから右手を体の前、一
回出して、左手のひらくるっと返し、右手内側から差し込みます。左の肩こめかみマット、右手お顔の横につきましょう。でしっかりね、肘を曲げて、痛い、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですかね。で手のひらは向きで、しっかりね、右手でマットをして、左の肩をマットに圧迫します。胸をちょっとね起こす感じ、余裕があれば右手を上げる。さあ手のひら横向き、前のね鏡の方ですね、スタジオの方鏡の方。さらに余裕があれば右肩少し後ろに引いて、胸周りも広げていきましょう。さあ尻の外側も伸びてます。それではね、上げていた右手を下ろして、吸いながら右手で床マット押し、上体起こす、吐いて、で一度ね両手でマット押して、腰背中伸ばし、視線ね軽く斜め上です。気持ちよく胸広げていきましょう。でね、体の横についたり少しね浮いててもいいです。ぐっとお腹を引き上げる。そうそう、痛かったら無理しないでね。そうそう。それでは吐きながら両手体の前に、大きく手を広げ、左足つま先立てていきましょう。左足に右足揃え、下向き布ポーズに行きます。足幅揃えて、少しね右の足の付け根がね、ちょっと気持ちよく、さあ伸ばしていきましょう。右のお尻のね外側も伸ばします。少しね体ゆすっていいですよ。そうそうそう。それでは視線、手と手の間、今度は左足、手と手の間、左手寄りに下ろす。右足先内側で一度マットに足裏ついてから、左足くの字には上げていきましょう。でここ最初のねポジションだけマットと平行だけどね、ちょっと曲がっててもいいです。骨盤がねマットと平行になるところ、でお尻の横サポート入れたい方はお尻の横で、左のお尻の横サポート入れてください。そうそう、高さでちょっと調節してみましょう。そうで今度ね右斜め前に手をつきます。結構気持ちよく伸びると思うけど、どうかな。で少しずつ手を前伸ばして、ペタッとね突き切らなくていいです。お尻を左斜め後ろに引き、右手前にぐーっと押し合いこしましょう。さあ伸びてるところに集中します。痛かったら体を起こしてくださいね。大丈夫かな。ちょっと手の位置ずらしたり体の位置ずらしてもいいですよ。痛くない、大丈夫。次の吸い気で少しずつ体を起こし、吐いて両手体の前に突き直していきましょう。そうここから今度反対、左手を前に出して、前に出して、右手くるっと手のひら天井から、左肩、左腕ですね、内側から右肩通し、右の肩こめかみマット、左手お顔の横です。しっかりその手でね一回マットグーッと押しましょう。右の肩圧迫します。そう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 。で余裕があればそのまま左手、手先天井、そう肩をね少し後ろに引くようにしていきましょう。そうそうそう、その位置です。ちょっと失礼で、ちょっとね行きましょうか。失礼します。こっちに行きますね。でこっちに行きましょう。で吐いてちょっとこっちに、痛い、大丈夫。でこっちに斜め上にグーッと引かれる感じ。さあここキープ、さです、とてもいいよ。でちょっと失礼、こっちに行きますね。で吐いてちょっとさらにこっち、痛くない、大丈夫、OK、この位置です。で手を上げてた方はそのままその手を下ろし、吸いながら上体起こしていきましょう。上体アップ、吐いて、で腰ね正面にしっかり向けてから、体の横は少し前でもいいです。吸いながら胸を広げて、視線を正面もしくは斜め上、吐いて、一度肩ぐるっと下げて骨盤を真下に落とすように胸張っていきましょう。ここも自重をかけて骨盤をねぐっと真下に落とすようにしていきます。そう、大丈夫かな、痛くない。 それではですね、吐きながら両手体の前にしっかりね大きく手広げて突き直し、右足つま先を立て、右足に左足揃え、最後の下向き犬のポーズに行きましょう。背中が伸びるところ、気持ちよく呼吸を取っていきます。最後の下向き犬のポーズ、ご自身の呼吸の変化、また心の変化を感じていきましょう。
姿勢を手と手の間に戻し、吐きながら手と手の間足戻していきます。お腹引き寄せるように、吸って半分前屈、足裏踏む、吐いて前屈、吸いながら体の横から手を伸ばし、先手を折っていきましょう。伸びて吐いて、下肢を下手、胸の真ん中深く吐いて、では両手体の横に下ろし、お水取りたい方って取ってください。タッチポーズね、少し続きます。で最後ね、ちょっとトリコナーサナーからリバースウォーリアーに入りますので、皆さんはね鏡側向いて大きく足広げていきましょう。そうで、まずねトリコのトリコナーサナーの足のスタンスは少し狭くていいです。しっかりね腰が前向いたまま体を前に倒したいので、そこちょっとポイントとしてください。で左足つま先をこっち側前の方に向けていきましょう。そう外側にいきます。で右足つま先は少し内側か正面、骨盤がねぐっと前に向くところなので、両手腰に揃えて、そう腰の位置が前を向くところ選択していきましょう。ちょっと狭くていいかな。そうで次の吸い切ったら肩の延長線上、手先手のひら下向きです。吐いてお尻をねくっと後ろに引いていきましょう。手先は前に引っ張られるようにしてスライド、そう左手先前にスライド、吐きながら体反転して右手手先天井、左手はすねのあたりか膝もしくは太ももでもいいですよ。しっかり腰がぐっと立つところ、そうここキープ。そう呼吸立っていきましょう。そうです、ちょっと失礼。で骨盤の位置ね、こっちに行きましょう。そうぐっと伸びる。でここから伸びます。そう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 。で離します。でここから右肘を曲げて、そのまま手の甲、腰と背中の境目あたり、今日ね背中しっかり意識したいので、このままごめん私こっちだ、肩をね右肩少し後ろに引くように。でね腰が少し ねじれますが、お腹が前にぐっと出すぎないように下腹締めていきましょう。右肩少し引く、右手手先を天井に、吸いながら体を起こす、肩の延長線上、手先吐いて、そのまま左手くるっと、吸いながら手先を天井、吐きながら左膝曲げてリバースウォリアーです。右手はお尻の横をなぞって、腰が横向かないように前しっかり向けて、余裕があれば姿勢を左の腕越しです。そうそうそう、足のスタンスね、後ろ足安定しなければ少し前に出して、腰がしっかり前向くところにしていいですよ。そうそうそう、できついけどね、膝とつま先の位置がちょっとこっちに行くように、そうそうそう、頑張って、そうそう、とってもいいですよ。そうそうそう、次の吸い気、体を起こす、肩の延長線上、手先両膝伸ばす、吐いて両手腰です。両つま先正面に戻してから、今度反対、右足つま先を外側に、左足つま先少し内側か前を向くように、腰の位置両手で揃えていきましょう。そうそう、足のスタンスはねちょっと狭くていいです。今日ねしっかり腰を前に向けたいので、そう、うん、そうですね。次の吸い気、肩の延長線上、手先吐いて、お尻を後ろにキュッと引く、下半身スライド、手先前に引っ張られるようにして、前じゃないね、ごめんね、後ろ引っ張られるようにして、吐きながら体反転していきましょう。左手手先天井、手のひら正面です。で無理にね体を倒すのではなく、骨盤を前にぐっと押し出したいので、手の位置少し上目でいいです。そう、そこキープ。そこ呼吸取っていきましょう。そう、まずはキープです。ちょっと失礼します、ちょっとだけ失礼。で私にねちょっともたれかかるようにここからいきましょう。そう、そこから伸びる。そう、とってもいいですよ。離れますね。そう。で、ここから左肘曲げて、手の甲を腰と背中の境目。さらにね、微細な動きですが、少しね、左の胸を開くようにしていきましょうか。そうそう、腰から背中を伸ばしたまま。気持ちよく胸にね、胸が空の方に向かって気持ちよく広がっていくイメージ。そうそうそう。それではですね、左手手先を天井に伸ばしてから、吸いながら体を起こす、吐いて両手肩の延長線上。さあ次の吸い気、右手手のひらくるっと返してリバースウォリアです。右膝曲げながら体を倒す。そう、左手は
お尻の横をぐーっと滑らせて、余裕があれば背を斜め上に返ってきましょう。そう、上の肘少し曲げてもいいですよ。そう、足の付け根はしっかり開いて、そう、結構ねきついです、思ってるよりきついポーズ。こっちか。さあ次の吸気で体を起こし、肩の延長線上、手先吐きながら両手腰に添えて、つま先正面、両つま先正面向けていきましょう。つま先内外内外で足閉じていきます。でかかさきのねタダアサナと同じ幅でいいです。ラストね背中に意識したバランス取っていきましょう。皆さんね鏡の方でいいですよ。で足場拳1個かね1個半開けてもいいです。で両手腰で右膝軽く曲げる、右手で右足先を外側から取りましょう。でここポイントが両膝揃える、腿の前がぐーっと伸ばして両足をなるべく閉じていきましょう。お腹引き上げ、次の吸い気来たら右手前からすくい、耳の横腕吐いて一度肩下げる。そうそうそう、ここでキープです。余裕がある方軽く吸いながら姿勢を上げていきましょう。それ足閉じたまま吐いて、少し足先を後ろに引く。そうちょっとだけ両足揃えたまま、ね、それでは姿勢を正面に戻し、左手前から下ろして足も下ろしていきましょう。両足揃える、 OK です。両手腰で今度反対左膝軽く曲げる。そうでね、しっかり踏んでる方の足意識していきましょう。軸足を意識、左手で左足先外側から捉えて、しっかり足閉じる。お腹をぐーっと上に引き上げ、胸を張って体が安定したら吸いながら右手前からすくう、耳の横腕吐いて、右肩一度ストンと下げて、肩の位置はそう平行の位置です、ね、両肩平行。余裕がある方吸いながら軽く視線を斜め上吐いて、少し足先後ろに引いて、気持ちよく背中がどんどん伸びていくようなイメージで呼吸を取っていきましょう。胸が高く上に広がり、背骨一つ一つスペースが空いていくイメージ。視線を正面に戻してから、吐きながら前から手を下ろす、足揃えていきましょう。 OK、 足幅少し、ね、広げて体左右にゆらゆらとゆすり、下背中緊張ほどいていきます。今日たくさん使ったね下背中緩めていきましょう。OK です。それでは体の動き止めて腰を下ろしていきましょう。お水取りたい方取ってください。結構ね今日ちょっと地味に緊張するポーズがたくさん続いたので、お水しっかり取ってください。暖房になってるのかな。でね、準備できた方から頭後ろ仰向けの姿勢です。で少しずつねシャバーサナー、安らぎのポーズへと心と体導いてきますので、寒い方ね、何か準備がある方準備してください。目の上タオル乗せたければタオル乗せたり準備していきましょう。ではね、緊張しているところがあれば体左右に揺すったり、さて先揺すったり、体の緊張を緩めていきましょう。体の動きを静かに止めて、そのまま手先足先を天井に伸ばし、細かく揺すっていきます。ブラブラブラと揺すって、二の腕や太ももを揺れるぐらいしっかり揺する。体逆向きに大気循環を流して、でしっかりね使った体、疲労回復効果がある動きなので、大気循環を流して疲労回復効果を高めていきましょう。手先足先の動き止めたら、両足膝伸ばす、好きな広さ足広げていきましょう。両手も体から少し離し、手のひら上向きに、いいエネルギーが入ってくるように。一度全身の力み、緊張をほどいていきましょう。深く息を吸って、両肩すくめ、肩を耳にぐーっと近づけ、奥歯ぎゅっと噛みしめます。顔を中央にぎゅっと寄せて、深く息吐いて手先遠く、奥歯の噛み締め緩めて、眉間の間スペース、穏やかな表情、瞳を閉じていきましょう。
呼吸は長く深い、リラックスしたご自身の呼吸です。呼吸のたびに大地とご自身が一体化していくような感覚を味わっていきます。シャバーサナ、安らぎのポーズ。次に私がお声掛けをするときまでこのまま静かに呼吸を味わっていきましょう。それではですね、少しずつ心と体を目覚めさせていきましょう。手先足先を左右にすり、末端神経から手足の感覚を取り戻していきましょう。手を握ったり、足を握ったり、開いたりでもいいです。手先足先の動きを静かに止めて、両手足大きく広げていきましょう。アルファベットの X 字のように万歳、手は万歳で足も大きく広げます。最後ね、左右バランスの整う大きな伸びをしていきましょう。まず右手親指内側に握り拳、そう右手だけね。で左足首を曲げて、つま先、左のつま先だけ天井に向けます。で次の水着来たら
右手の握り拳を斜め上に、左足をぐーっと斜め下に押し下げる。対角線上に手足引っ張り合いこう、さらに伸びてぎゅーっと吐いて、手足の力抜いていきましょう。握り拳を開いて、右の足先も緩める。今度反対です。左手内側、親指の内側の握り拳、右足足首曲げてつま先天井、対角線上に手足引っ張り合いこしていきます。さすって、かかとは斜め下、左腕は斜め上、ぐーっと引っ張り上げていこしていきましょう。さらに伸びて吐いて、手足の力抜いていきます。握っていた握り拳もじわっと手を広げていきましょう。足先の力も抜く。両足を閉じ、両手体の横から両膝胸に近づけ、両手で抱えていきましょう。体左右にゆらゆらとゆすり、失礼、腰骨マッサージするように左右に吸っていきましょう。そう、大丈夫かな、失礼。でそのまま体ごと右側パターンと横向きの姿勢です。膝を胸に近づけ、背中も歩く。さらに心と体をつつけていきましょう。胎児のポーズ、まばたきを数回繰り返し、まぶたに光をなじませていきましょう。